バーグ。多分ないと思った俺。あ、いや、じゃあ照り焼きチキンは作ったんだけど、こっち、うん、あのハンバーグは冷凍のやつ。あんだ、おかず。なんだ。いや、なんか別に照り焼きチキンはまた明日作ればいいかなって、うん、ありがとう。おかずあんの、うん、いただきます。どうぞ。いただきます。うん、このハンバーグなんかレストランのハンバーグらしいの。手作りこれ、あ、その高級レストランのあれらしい、うん、うまっ。え、これ何、このお肉、この鶏肉。これは、うん、タンドリーチキン、なんだっけ、なんとかチキンで、うん、あのタレ使って焼いただけ。手作りこれ。そう、手作り。へえー。これ手作りっつっても。違う違う。俺と行った時作ってくれたっけ。このあったじゃん。あったっけ。まあほとんど鍋が多かったけどね。冬だったから。もつ鍋とか好きだったじゃん。うん。あ、うまいわ。ちいちゃんも好きでさ。腕上げたな。マジで。あ、これご飯何杯でもいけるやつよこれ。うん、そう。だからちいちゃんすごい太ったよ。うん。うまいわ。ごめんね、食事中となり。大丈夫大丈夫。ああ、胃袋捕まえちゃったこれ。あと玉袋だけだこれ。やべえよこれ、うん、ありがとうございます。特命さん5倍。懐かしいね、昔パソコンでやってたもんね、うん、パソコンはあるあるある、うん、まあ、これ冷てんなこれ。あ、温まってなかった。中が冷てえよこれ。チーズが入ってんの。うん、ごめんね、もう一回チーズしてくれ。アイスみたいなんか。あ、じゃあ こっちだけ大丈夫、ちょっと冷たい、入れてもらって。うん、何何、サランラップが昨日切れちゃって。うん、クレラップが。うん、だから何回もティッシュ持ってったのって、うん、お皿にこう飛び散るからさ、うん、拭いてたの。うまいわ。夏はいいかも。でも夏は冷たいからね。うん、うん、あ、でもね、溶けてる方が美味しいよチーズ。あ、ほんそれ、うん、冷たいの。なんかごめんね、うん、いや、温めるからシャリシャリしてるわ。チーズがシャリシャリ。あ、温めるから これだけお皿、シャリシャリシャリ。じゃあ、あの、これだけさ、うん、お皿移してもらって温めるから。あ、冷たいわチーズ。うん、いい、うん、めんね、シャリシャリしてるわチーズ。でもさ、ネギトロはシャリシャリ派っつってた。うん、うん、じゃいい、ごめんね、シャリシャリしてた、チーズが。いいね、やっぱ手作り、彼女の手作り料理いいわね、最高。あのゼロワンがよく食ってんでね、クルちゃんの、あれいいなと思って見ててさ。でも料理うまい子いいね。うん、私も憧れるわと思うもん、うん、料理。くるちゃんね、料理いつも食ってるから、ゼロワンが羨ましいなと思って。いいね、うん、私も料理教室通おうかな。うん、いや、いいよ、全然美味しいもん。あ、ふわくまで。レパートリーが少ないじゃん、私結構。うん、うん、確かにね。うん、うん、うまいわ。焼けたよ、また。お茶は入ってる？うん、入ってる、うん、大丈夫。前はほら、継がないとうるさかったから。うん、そうだね、変わったね、ケースカンパクだからね。昔はね、これもさ、付き合うと変わるからね、マウント取りたくなるから。うん、配信の時だけだけどね。うん、配信が優しいでしょ。うん、いや、美容室前にほら、うん、あの知り合いの、うん、ね、政治の同級生の知り合いのとこで2時間3時間いてくれたもんね。うん、そう言ってよ、ママ。配信が優しいんですよって。いや、でも私怒ってブチ切れて配信した時に、うん、そういう話もしてんだよ、挟んでんだよ、うん、なのに、うん、なんでああいう言い方するんだろうとか、うん、そういう話はしたことあるけど。なんかおしんこみたいになるのかな。ごめんね。何、うん、和食か、私あんま好きじゃないから。あ、そっか、洋食か。あの、帰国子女だから。そうだね、スペイン人だっけ、ママがね。
あのね、ママがね、バルセロナ、バルセロナなんて、うん、バルセロナ出身、スペイン、だから和食じゃないんだよね、洋食派なんだ、ご飯の、うん、なんだっけそれ、なんて言うんだっけ、エスパニョールって言うんだっけ、なんだっけ、エスパニョーラ、エスパニョーラ、オラがこんにちは、オラ、ヤホーみたいな、オラ、ヤホー、オラはヤホーみたいな感じ、ヤホー、仲いい人、親しい人に使うこと、うん、帰国子女みたいです、うん、オラあ、そうだ、ハンバーグ忘れてた、ハンバーグどうなっちゃうんだろう熱しすぎてどうなっちゃうんだろう、ハンバーグ、うん、おっちょこちょいだからね、かわいいね、うん、あ、ごめん、事件どうした、どうなっちゃう、あ、そう、どう、あ、大丈夫だね、結構熱いかも、熱い、あ、ドロドロだね、チーズ、うん、そのチーズが美味しいんで、いただきます、ハンバーグ帰ってきたっすね、あったまって、いただきます、熱い、熱いだが、いや、沸騰してた、電子レンジが、熱い、いや、あの、悪意があったとかじゃない、うんうん、普通に喋ってた、忘れちゃってた、熱いわ、うまっ、美味しいです、うん、うまいわ、もうちょっとライスがあればね、うん、あのね、ハヤシライスで美味しいのがあるのよ、何、お米がね、もうなくなっちゃって、それで、うん、ハヤシライスのあれでめっちゃ美味しいのがあるのよ、マジで、うん、それ食べさせたかったけど、うん、まあ、いっぱい料理食べたいな、ママの、浮いたりうまいわ、料理、あ、作るの、うん、へえ、全然うまいわ、いやいや、しても作るんでしょ、手作り、うん、そのハンバーグ手作りじゃないよ、うん、もうこれ手作り、作ったのそれだけ、これうまいわ、浮いたり全然、うん、あのね、うん、ニンニクでちょっと下味すんの、うん、それね、うん、あの、臭み取って、うまいわ、料理できる女がいいね、やっぱりね、でも料理できるって言ったら、うん、やっぱ元嫁が一番すごいんじゃない、うん、うまいよね、うん、今度食べ比べてみるか、いや、うち NG なんだ、あ、そうなの、辛味できないいや、もうあの、対戦の件です、ああ、うん、辛味、いや、ちょっともうお腹いっぱいかな、あ、そう、うん、人としてガチで嫌いになったわけじゃないけど、うん、うちのメンタルは今やっぱまだ正常に戻ってないから、でもみんな仲良くしてもらいたい、別れて、いや、って思ってたよ、うん、自転車買ってくれたのよ、旦那さん、まやこ、旦那さん、まやこの旦那、うん、私回収したじゃん、会ったことあるの、うん、あの、置いといたって、その1月14日だから覚えてんの、4月14日に火災終わった後、うん、ララポートかなんか行ったのかな、うん、なんか自転車買ってきてくれて、うん、あの、で、そしてね、のんちゃん、うん、ためちゃん、うん、だからちょっと大きめのが絶対いいと思うって言って、うん、買って下に設置してさ、わざわざ、うん、そういう面もあるから、うん、ガチで悪い人じゃないと思うんだけど、仲良くしてもらいたい、みんな、ウイタンも、うん、あ、でも子供は好きだ、私、まやこもさ、ねこまちゃんもさ、いや、春香も、ちゃんに対して別に何も思ってない、レイカも、うん、みんな仲良くしてもらいたい、みんなで一緒にご飯食べたい、私、レイカちゃんも春香ちゃんも知らないけど、うん、でも会ってみたいなと思うよ、でしょ、うん、ただちょっとそのこの間の子はここの家に呼びたい、あ、ここに、うん、うん、全員、はるかちゃん子供いるんでしょ、あ、NG なの、大丈夫、うん、こっちにいればいいし、うん、で、はるかもさ、ねこまちゃんも、れいかも、まやこも、ういたも、
あれ全員ここに泊まってほしい。和道さんが、うん、いるからダメなんじゃない。全員呼びたい。できれば、うん、あ、そしたら和道さんも呼べばいいんじゃない。うん、みんな仲良くしてほしい。まあ、狭いけど、うん、うん、泊まってほしい。ダメかな。なんかそういう面白い感じもいいっていう人もいれば、うん、こうわざわざ揉めてんのが好きっていう人もいるからさ、みんなだって仲良くしてるのがいいじゃん、やっぱり。まあね、本当はね、喧嘩してるよりさ、うん、そうだね、うん、それはもう仲良しが一番だよ。別れた女だけどさ、やっぱり愛ちゃんはね、マジであの心広いからあの大丈夫だから。いや、許してたんだよ、うん、ごめんねってちゃんと LINE 来てたから、うん、叩かれてもしゃあないわ、ほんまごめんなって来てたのに、うん、なんで配信つけるとああなっちゃうんだろうって、うん、あの、政治みたいなとこ病気なんだね。病気元嫁も、うん、元嫁も病気、うん、だから謝れる人だから悪い人じゃないとは思うんだけどね、うん、みんな仲良くしてほしいな。で、同級生だしね、うちのこと、うん、合ってる？合ってないですよ。合ってない。関西行ってから、うん、あとウイタンと同い年なのよ。そう、誕生日も近いんでしょ、うん、10日違いだっけ、うん、だから仲良くしてほしいね。一緒に寝たいやつ。でもブーメランされたのはちょっとびっくりしたな。ベッドで寝たい、うん、みんなで。いや、知らない人にブーメランされるのは私一番嫌いなタイプだ、うんうんうん、そこだけ謝ってくれれば別に大丈夫かな、うんうん。で、俺が全員ここに住まして、うん、俺が養いたい全部。そしたらもうちょっと広めの部屋にしてもらう。うん、いいの、ここがいいの。ここで、みんなで住みたい。いや、やっぱ子供たちって自分の部屋欲しいじゃん。うん、最低 4LDK とかさ、うん、3LDK じゃないと。家事も、あの、日替わりでできるじゃん。今日はママで、とかね、明日は朝、昼、夜とかね。いいと思うよ。いや、次の日、マヤコ、レイカ、ハルカ。いや、1日2人分だから、7人入れたら、家事は、あ、いいじゃん。1日でいいんだよ。うん。女の子が7人いたら。そうだね。楽でしょ？楽だけど、うん、1日全員分作るの大変だから、朝昼晩分けて、うん、ローテーションの方がいいじゃん。うん。絶対いいと思う。楽だよ、めちゃくちゃ。そんな上司ってどうなの？仲良くできるのかな？いや、できるよ、うちは。できる？変なことがない限り。だから私別にレイカちゃんとかハルカちゃん、うん、とか付き合ってて、私挑発したことないじゃん。ないね。うん、ネコマちゃんに対しても挑発してないじゃん。誰かと違って、うん、あ、一言多かった今、うん、大丈夫。エッチは一日その一人ずつ日替わりで、月曜日はアイちゃん、火曜日はマヤコみたいな。でも全員その週生理だと言ってるね。それないでしょ。で、7人女含めて、まあ生理だったらね、7人同時で生理だったら7人はフェラしてもらえる。やだ、7人フェラ、7人ベロベロ、うん、ベロそれ女の子同士がベロぶつかってるだけじゃん、うん、7人でこれ全部覆ってほしいの。それであれ趣味なんでしょ、あの動画撮って7枚のベロでこうそういうの好きだよね、うん、で写真動画撮るので、うん、うん、うまかったマジで。ママ全部食べちゃった。あれ、はい、ごちそうさま、はい、美味しかった、最高だよね。そしたらね、元カノ呼びたいわ。理解力あるからね、うん、どうだい俺の元カノ、最高だろ。最高の元カノだこれ、マジで今までで一番。これゴミ箱、うん、そう、うん、平和がいい、やっぱりね。まあ、お互い疲れないしね、うん、何煽られてんだろうとか気にならなくてさ、うん、平和が一番だよ。
でもさ、もしワンちゃん俺と付き合うとするじゃん、ママと、うん、それ何がダメになってくるの？風俗とかさ、パチンコだとか競馬だとか、うんうんうん、いろんなのが自由だ、今自由じゃない、うん、一人だから何がダメになってくると思う？自分でこれやられたらちょっと。